皆さんおはようございます。本日は暦の上では立春、春の始まりということなんですけれども、ね、それに反して大変寒い日になっております。そんな中、早朝よりお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより第25回ワンワールドフェスティバル開会させていただきます。申し遅れましたが、本日司会進行を務めさせていただきますのは、森口にあります FM 花子というところでパーソナリティをしております藤田明美と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて本日なんですけれども、私の中学高校短大の時の同級生が、こんなイベントやってるから手伝ってくれへんって言われまして、よっしゃーいうことで、はい、ボランティアとして参加させていただきました。もう大いに私自身楽しませていただこうと思っています。早速もう楽しませてもらってるんですよ。こちらの民族衣装プログラムをお持ちでしょうか。当日体験プログラムという中には掲載しておりませんが、北区民センターの1階和室で民族衣装体験をしていただけます。はい、30分間200円で皆さんに提供しておりますので、ぜひ楽しんでください。こちら私ボリビアの衣装を着せていただいております。お約束事といたしましては、外にはこの衣装では出ないでください。この館内で30分間楽しんでいただきたいと思います。さて、ワンワールドフェスティバルは環境破壊、難民、貧困など地球上で起きている問題が日本の私たちの生活と密接に関係していることを知ってもらいたい。課題解決のために市民一人一人が自分のできることから行動してもらいたいという思いで、1993年に開始し、今回で25回目の節目を迎える西日本最大の国際交流イベントでございます。25回目のテーマとして、持続可能な開発目標 SDGs と申します。これの達成を目指す具体的な行動を取り上げることにしました。NGO、NPO 団体の展示ブースでは SDGs17 の目標、こちらも目標がプログラムに掲載しておりますのでご覧になってくださいね。こちらの達成に向けた活動について、来場される市民の方々にご理解をいただきまして、自ら行動する動機づけとなることを願っております。それではこちらのステージ、最初のイベントご紹介いたしましょう。さて、最初のプログラムはウータン森と生活を考える会のセミナーを開催いたします。世界で3番目に大きく、生物多様性の宝庫とも呼ばれるオランウータンなど生息する熱帯雨林の島が、森林の違法伐採により急激なスピードで失われています。30年前から日本の NGO はこのような状況を改善すべく努力を重ねてきました。本日はウェットランズインターナショナルインドネシアのプログラムコーディネーターヨヨさんをお招きしてトークセッションを行います。それでは主催者の皆さんにマイクはバトンタッチです。お願いします。大きな拍手でお迎えください。どうもありがとうございます。今日はヨヨさんの、ウェットランドインターナショナルインドネシアプログラムです。ヨヨさんを招いて、約1時間ぐらいヨヨさんに発言をしていただくんですけれども、まず最初に、我々の、アドバイザーである、高崎先生の方からデータン湿地の大体の状況についてお話をしていただきます。そしたらよろしくお願いします。おはようございます。それではもう早速時間もないので始めたいと思うんですが、今日の話ですね、かなりマニアックというか、あまり日本人には馴染みのない、テーマかと思います。熱帯冷淡地の話をまずいたします。この中でその冷淡地という言葉を聞いたことがある方はちょっと手を挙げていただけますか。あ、結構おられるんですね。はい、ちょっと私の予想よりも多かったんで少し安心いたしました。で、それがしかも熱帯にですね結構たくさんあって、たくさんの炭素を蓄えています。
だから今の地球温暖化にとって非常に重要な役割を持っております。でこのスライド、インドネシア、ボルネオ島の泥炭湿地に生えた森なんですけれども、森っていうのはその植物、木がですね、成長するときに光合成をして CO2 を吸収してくれますというふうに教科書には書いてあります。とか今どうなってるのかってことを今日はお話をしようと思います。でそれはですね、この真ん中に1本、水路が掘られてます。でプランテーションで油やしとかあるいはそのパルプ用の木材を作るために水路が開かれました。そうなると今どうなってるのかっていうことを今日お話をしようと思います。はい、これはですねちょっと難しいデータ書いてあるんですが、まず左側はですねなんですが、温室効果ガスがですねどういう部門から、排出されてるかということなんですが、実はですねその4分の1くらいが、右下ですが、農業、森林、土地利用というふうに書かれています。で普通森林はですね CO2 を吸収する役割というふうに言われてるんですが、実は今これだけ大きな割合で CO2 を排出する、原因になっています。で右側がですねその具体的な国別の数字を示したものです。で世界でですね、これは31億トンぐらいのですね CO2 を森が排出している。まあ、これはプラスとマイナスとかあるんですね。で下の方の 赤い字はこれは森がちゃんと健全で、CO2 を吸収しているというですね国です。それに対して上の方はですね黒い字の方は、プラスマイナスすると森、が切られたりしてですね森から CO2 が出ていく方が多いという、なんとその量のですね半分以上がですねインドネシアから一国でですね出てるんですね。はい、それで、これはですね、世界全体、まあ、普通ですね左側 のグラフがですね、温室効果ガスどこがたくさん出してるかってことで、今中国が1位ですね、それからアメリカが合衆国で、これでいくとインドネシアずっと来て8番目ぐらいですかね。日本よりも少ない、日本の、まあ、3分の2ぐらいなんですが、まあ、ちょっと今増えてきてこれぐらいになってますが、右側をご覧ください。さっきのその土地、左側はですねこれ普通言われてる数字は、化石燃料を燃やして発生する CO2 の、国別の割合です。ところがその、土地利用が変化したり、森林が吸収したり、まあ、そういうものを含めて考えると、右のグラフになります。インドネシアが 5%、 世界第4位のですね CO2 の排出国なんですね。日本の倍近い量を排出しています。はい、でこれがインドネシアの排出の内訳です。で一番、左側の土地利用変化と森林からインドネシアの排出量の、3分の2が出てます。エネルギー、普通電気を発電をしたりとかですね、あるいは、輸送自動車の燃料に、まあ、それよりもですね、3倍多いというですね、こういう状況があるということを見ていただければと思います。でこれはですね1990年から、2013年までの、点線が GDP の伸びですが、インドネシアのね。で、黒い線がですね、温室効果ガスの排出量です。その中でこの緑のですね、凸凹は結構ありますが、この線がですね、土地利用変化と森林からの、排出量、Land Use Change and Forest という意味ですが、で、2つ山がありましてね、1997年と2006年に山がある。実はこの後ですね、2015年にもデータを入れるともう一つ大きな山が出てくるんです。それは、大規模な森林火災があった年に、それだけ排出が増えている、まあ、これはすごくよくわかりますね。で全体として右上がりでこの、24年間に 48% 増えていると、まあ、もちろん下の方の青いエネルギーの、消費による排出も3倍近くに増えているんですけれども、依然としてですね、土地利用変化森が失われたことで出ていく排出が多いということですね。で、このグラフも同じようなものなんですが、その中でですね、薄い茶色のですね、泥炭地の酸化と書いてありますが、泥炭地が、の水がなくなるとですね、そこからどんどんその、空気中の酸素と反応して、二酸化炭素が分解、分解されてですね、酸化されて、それで出ていくっていうね、
これが、多いわけです。はい、データ値というのはどこにどんなふうにしてあるのかというのは、まあ、このスライドにいっぱい書いてあるんですが、まあ、細かいこともやめますが、浅いその湖とか沼でですね、そこに生えている植物が、枯れて溜まってその、残骸がですね、だんだん分厚く溜まってくると、それがまあ土のようになってそこにまあ木が生えてその木もまた、枯れたり葉が落ちたりしてですね、だんだん厚みを増してくるというですね。で、まあこの厚みはですね、場合によっては10メートル近くにこういう泥炭というのが、地下にあります。で、まあ、これは非常に時間をかけてですね、数千年かけて、形成されるものですが、この土はですね、極めて痩せた土です。それから、pH が3とか4というですね、すごい酸性が強いで、まあ、水分がですね 90% ぐらいあるんで、それがあるとですね、安定してるんですけれども、これをもしもそのさっきのようにですね、水路を掘ってですね、水を抜いてそこへ油やしを植えますとどうなるかということを次にお話しいたします。で、左側がですね、手つかずの感じで、ちょっとそれをあんまり説明できないで申し訳ありませんけれども、矢印が下向きになってますね。で、これがですね、青いのが水ですね。それから、白い矢印が CO2 です。この泥炭の森はですね、水や CO2 を吸収する、これが健全な状態です。でところが、森林伐採が始まりますと、真ん中の上ですが、その、伐採されたところからですね、どんどん矢印が上向きの矢印、すなわち、水も、出ていく、蒸発したり流れたりしていくし、それから、CO2 もどんどん出ていくですね、こういう向きが逆になるわけです。で、右端、森が完全に、なくなりますとですね、泥炭層自体もですね、分解してどん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 小さくなって、土地が下がっていく。でそれからもう降った雨は全部流れ出す、全然その水を保つ力がなくなりますし、それから CO2 もすごい勢いで出ていくんですね。でこういう乾いた排水された、泥炭地はですね、火災の危険が非常に大きくて、ひとたび火災が起きますと大量の CO2 や煙が煙が出ていきます。で、まあこういうふうに伐採をして、その後にアブラヤシやアカシアのですね、プランテーションを作りますと、こういう状態で、もちろんアブラヤシが育つ時にはですね、CO2 を吸収するんですが、それよりもですね、出ていく吸収量、出ていく CO2 の方がはるかに多いと。白い矢印がですね、上向きの矢印が非常に大きいことにご注目ください。でこれが泥炭地火災、これもちょっと日本人にはですね、想像つかない話なんですが、地下の泥炭層がどん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 燃え広がっていく、もう非常に怖い話なんですね。これはもうほとんど消すことが不可能というかですね、消してもまたネズミ叩きのような、モグラ叩きのようにですね、火が噴き出していくと、こういう火災が起きます。で実は2015年の9月から10月にですね、インドネシアのスマトラとボルネオで四国を上回る面積の森林火災が起きまして、まあ、それは泥炭地が主なものですが、大量のですね CO2 が、この2ヶ月間で発生しました。でさらに、まあ、人間もですね、こういうすごい数の人が、呼吸器系の疾患になった、まあ、これで、命を落としたオランウータンもたくさんあります。はい、これがですね、インドネシアとマレーシア等の、黒い部分が熱帯泥炭地がここにあるということなんですが、今日の話はですね、このインドネシア、お分かりでしょうか、このマレー半島の左側、西側にあるのがスマトラ島、このマラッカ海峡側にたくさん黒い部分があります。それから右側の島が、さっき紹介があった世界3番目に大きなボルネオ島はですね、ここにもたくさんの、熱帯泥炭地がこれ実はありましたというのが正しくて、今どうなってるかというのはこれです。でさっきの図に比べると、まあ、ちょっと色も違うんです。さっきの黒い部分と比べてもらいますとですね、随分、これボルネオ島だけなんですが、狭くなってるところが分かると思います。でボルネオ島ではですね、熱帯の泥炭地の
もともとあったものの6割がですね、もうなくなってしまった。しかもですね、最近の10年間でですね、この250万ヘクタールとものすごい面積の泥炭地が減ったんですね。こういう状況が今進んでおります。で、これがボルネオ島のですね、緑のところが森林なんですね。皆さん、そのボルネオというと緑の森林に覆われてて、そういうイメージだと思うんです。実はボルネオの森はですね、日本より少ない。日本はですね、国土の3分の2が森で覆われています。ところが、ボルネオは今ではですね、わずか 55% まで森が減って、プランテーションや荒れ地になってしまう。でこれが今の現状なんですね。で、ボルネオ島の面積の 10% がアプライシのプランテーションになっています。でこんな風にしてですね、アブラヤシが植えられてるんですが、右上が乾燥したデータです。で、排水をしますとですね、地盤が沈下しますので、木がよく見ると傾いてますね。こんな状況です。はい。で、今日後で、パーム油の話を、いたしますけれども、パーム油はですね、生産過程全体を考えるとですね、 CO2 の排出量が、吸収量を大きく上回るという、これ実は非常に環境に、良くない、油なんだ。ちょっとこの図はなかなか難しいんですが、ゼロから上がですね、パーム油からのCO2 の排出量です。で半分ぐらいがですね、泥炭地の酸化、半分ぐらいが、森林の消失です。もちろん油ヤシは、すごく成長が早いので下向き、これは、CO2 を吸収する量ですけれども、これも非常に大きいんですけれども、ただしプラスマイナスしますとですね、すごい量の、CO2 が出ていくというですね、こういう状況になってます。はい。で、このスライド文字ばっかりで、これあとヨヨさんが、詳しく説明してくれるもう中身はあんまり言いませんけれども、インドネシアでは2011年にですね、大統領の命令でこれ以上は油ヤシや、失礼しました、泥炭地や原生林で油ヤシ等の、開発、プランテーションの開発をしないという、そういう凍結モラトリアムをしました。それが現在に続いています。で、2016年、さっきの火災、大火災の、直後にですね、大統領直属のですね、機関として、泥炭地回復庁というのが、設置されました。ヨさんはここでの政策、策定にも深く関わっておられます。で、下にあるようないろんな、対策が行われてきて、これが実際にボルネオ島の、現地でですね、運河を作ったり、水路をせき止めたりとか、あるいは井戸を掘って防寒用水を、取れるようにしたりとかですね、火災の監視をしたりとか、火災が燃え広がらないように、防火帯を作ったりとか、こういうふうなことをやっております。はい。私の話はここまでで、あとは家さんに聞きたいです。どうも大崎先生、ありがとうございました。そうしましたら、プレス関係で、私は司会をしています。空間森と生活を考える会の西岡と申します。そしたら与さんの方にちょっと振りますので、与さんの方から詳しい泥炭湿地の問題について、そして今後どういうふうにこれについて考えていったらいいかということについて話をしていただきます。そしたらよろしくお願いします。 Thank you very much. Good morning, everyone.Please allow me to bring the presentation in English, and my colleague will translate in Japanese. おはようございます。申し遅れましたが、私、通訳を務めさせていただきます、歌森と生活を考える会の近藤です。So, first of all, I'd like to introduce myself. My name is, long name, Iwan Trichang Wibisono.Just call me Yo-Yo. 私の名前とても長いです。イワン・トリチャフヨミソノですが、いつもヨヨと呼ばれております。So、I'm from Indonesia. I'm working for NGO, global NGO named Wetland International.
And first of all, I'd also like to appreciate and also appreciation to Hutan Group for inviting me and also all of you to spend your time to following our presentation. 私はウェットランドインターナショナルという NGO で働いております。本日はウータン森と生活を考える会に感謝したいと思います。またそしてご来場いただいた皆様にも感謝いたします。 And in this occasion, I would like to bring story from Indonesia. This is a story of the peatlands, the current status, and also our restoration effort so far.本日はインドネシアの泥炭地の現状と、そして私たちが取り組んでいるその回復への取り組みというものをご紹介いたします。 Before we go further to the detail, I'd like to provide kind of the brief introduction of what is peatland. まず最初に泥炭地、あるいは泥炭とは何かということをご説明いたします。Unlike any other type of soil, which commonly this is mineral, the peat soil composed by organic material coming from the accumulation of the tree branch, and it takes 100 or even 1,000 years. 他の土壌と違って泥炭地というのは有機物によって蓄積によって構成されていまして、それは数千年かかって形成されるものです。 So as we all can see here that the peat soil is different compared to mineral soil, you can feel it, and then because during the process of accumulation this is inundated by water, soIt makes the specific characteristic of peatlands, including low pH. 泥炭地の特徴の一つとしましては、この数千年かかって形成される間、ずっと水に浸った状態です。それによっていくつかの特徴が生まれます。その一つとして、スライド一番左にある強酸性を示すということがあります。And also because of the richness of the organic material, so you can see the water is look like coffee. This is a black. This is not coffee, but this is the water from the peat. またもう一つの特徴としては、多くの有機物を含んでいるため、そこにの水、泥炭の水というのは色が黒いです。まるでコーヒーのような色をしております。So in Indonesia, we have a huge area of peatlands. According to our survey conducted in 2003, we estimated that the extent of peatland is 20.9 million hectares. Indonesia の泥炭地の分布についてですが、2003年のに私たちウェットランズが調査した結果では、インドネシア全体で約2100万ヘクタールの泥炭地があるという調査結果になっています。 And according to a survey and also assessment conducted by the government of Indonesia, it is estimated that the extent of the peatland in Indonesia is 14.9 million hectares, and then it distributed in three main islands. It's in Sumatra and also inKalimantan, and the last one, this is in Papua. また2013年にインドネシア政府農業省が調査した結果によりますと、1490万ヘクタールとなっております。こちらの泥炭地は主に3つの島、カリマンタン島、スマトラ島、パプア島の3つに分布しています。And why we have to conserve, why we have to restore peatland?This is because peat swamp ecosystem, it has very important role and functions, not only for human, but it's also very important for biological diversity. It's also important for climate change, and it also very important role for regulating the hydrology and also for communities' livelihood.
して、なぜデータアンチが重要かと言いますと、4つの大きな役割と機能があります。第一に生物多様性が豊かであるということ、そして気候変動に関わっているということ、そして水環境の調整、そして持続可能な生計を提供するという面で重要な役割を果たしています。 And Pison Forest is habitat for orangutan like this and also some other animal endangered species including the white-winged duckAnd also Pumiston Macrobata like this. 生物多様性におきましては、例えばオランウータンが住む森であったり、あるいは写真にあるようなワニが住んでおります。And regarding the climate change, peatland is very important to store and absorb the carbon. で、気候変動にとの関わりにつきましては、泥炭地というのは炭素の貯蔵庫とも呼ばれることがあるほど炭素をよく含んでおります。 And regarding the rule, how peatland can take a part in regulation of hydrology, we can imagine peatland ecosystem as the giant sponge. So during rainy season, it can absorb the huge amount of water, but during rainy seasonbecause of this, and then it can avoid flooding. また水環境の調整という面におきましては、泥炭というのはいわば大きなスポンジのようなものでして、雨が多い時にはたくさんの雨を水をその泥炭の中に取り込んで、乾季の時にはそれをゆっくり排出して、そのように水環境を調整しております。And during the dry season, the peatland can slowly release the water, so it can avoid the drought. そのようにして水環境を調整することで、洪水を防いだり、あるいは乾季の時の干ばつを防ぐ役割を持っています。And of course, it's forest is important for local community, because from the forest, from peatland, they can harvest.They can also the harvest non-timber forest product that can use to create something that can get income from that. そしてまたそこに住む地域住民にとっても、泥炭湿地林というのは、また、森というのはいろいろな生計手段を提供してくれるものであります。Unfortunately, the peatland area has been degrading because of many factors.Including a timber exploitation and also because of forest and land fire. 残念なことにこの泥炭林が破壊されている原因がいくつかありまして、その第一としては木材の伐採、そして第二に森林火災があります。 Not only that, there's also serious threat of peatland. This is because of peat drainageTrying to lower water level and trying to plant crop on it. また第三に泥炭地の排水というものがあります。これは泥炭地に水路を作って、そこにどんどん水を流す、森から水を排水することで、その土地を乾燥させるということをしています。And as mentioned before by the earlier presenter that the plantation of oil palm is also the driver of peatland degradation. Based on official data, it is estimated that as of 2016, 1.7 million hectares of peatland have been converted into oil palm plantation. 第4の破壊の原因としては油ヤシ農園への転換があります。2016年の時点で170万ヘクタールの泥炭地が油ヤシ農園に転換されています。 It's not only that, there's also a threat for other commodities named Acacia plantation, which is timber plantation. So according to official dataMore than 2 million hectares of peatland have been converted into acacia plantation. ま
また土地利用の変換としてはの一つとしてはアカシア植林地への転換というものもあります。 As we know that the plantation is trying to、it is used for pulp and paper industry。 このアカシアというのはパルプや紙製紙用の材料になっております。そしてこれは今200万ヘクタールの泥炭地がアカシア植林地へ転換されているというデータがあります。 Because of a serious、degradation on wetland, so with international have been trying to take a part to restore our wetlands in order to bring back the condition. So on the next slide, I would like to share our experience how to conserve and also restore the wetlands.このような様々な要因から破壊されている泥炭地を回復するために私たちウェットランズインターナショナルもいろいろ様々な取り組みをしております。その経験をいくつかご紹介したいと思います。 So if we can see here that the peatlands already drainage severely here and the water level already going down and then it's very susceptible to fireAnd in this location, we try to restore this by re-wetting, by constructing a dam, and also do revegetation. この土地はですね、先ほどの写真にあったように、排水用のカナルが掘られ、とても土地が乾燥していて、火災が起こりやすい状態になっています。そのため、ここでの回復という、泥炭地の再出循環を目指しています。During the period of 2002 to 2007, we had two projects. The first is CCAPI, and the second is GKBP. In this project, we tried to do peatland rewetting by constructing dam. Hundreds of these have been built by this project. And we also do native replanting on the area of 600 hectares.この2002年から2007年のプロジェクトにおいて 2つプロジェクトがありまして CCFPI というのがインドネシア気候変動森林泥炭地プロジェクトでもう1つ CKPP というのが中央カリマンタン泥炭プロジェクトこの2つがありましてこれらのプロジェクトによって何百もの園庭を作ったりあるいは在来種And in the revegetation program, we focus on the native species coming from the peat swamp forest. 植樹におきましては、在来種にこだわって、有名な種ではブランゲランという種などのを含む12種類の植樹をしました。So this is our intervention that we、did in our project. So if we can look at the cross section of this, so this is our project area. We are focusing our effort to restore and rehabilitate this area. このプロジェクトがどういった場所で行われているかといいますと、このスライドのちょうど真ん中にあるのが川なんですけれども、すいません川ではなくて、排水路なんですけれどもその水路沿いを中心にプロジェクトを行いました。 We collected seed and wildling from forest area and then tried to prepare seedling in our nursery and then planted this in different places. This is along the canal even on the material of dam and also in expand area.この水路から少し離れたところには両側に森が残っていましてその森から在来種の種や苗木を取ってきてそれを苗床で育ててから植樹をするという方法をとっています。植樹は例えばこのスライドで緑の矢印で示されているような場所に植樹をしました。So this is how it looks. This is what we、did in field. So this is the planting made on the dam material. And then this is the planting made in expand area. And this is the planting made alongside the canal.
And this is the one of the important species of Amazon forest named Celundung. It's already 7 years old. And we can sap the latex from this tree to produce the chewing gum, cosmetic, and other products.植樹の実際のプロジェクトサイトの写真としてはこのスライドに載せているものがあります。例えば左上は水路に作られた園庭上へ植樹している写真、あるいは真ん中上部にあるのが火災跡地への植林、そして左下にあるのが水路沿いの植樹です。そしてこの中で代表的な樹種としましてはジュルトゥンという種類がありまして、こちらは樹液からチューイングガムの材料になるものです。そしてこれ今写真は7年経ってこの大きさになっています。 In Sumatra and Kalimantan, local people have been using the latex from Celundung as income. スマトラ島やカリマンタン島ではこのジュルトゥンの樹液を収入源として利用している住民の人が多いです。Unfortunately, the market is decreasing the last few years because there is synthetic material that can use to replace Celundung latex to produce the chewing gum. ただし残念なことにこのジュルトゥンの樹脂液というのの需要が減っておりまして、それはその代わりになる化学製品に取り替わってきているからです。So from Kalimantan Island, I'd like you to join me to go to the Sumatra. This is the national park. There is an expanse area in the core zone of the national park. In this area, we did our reforestation program.別のプロジェクトサイトでは、これスマトラ島の国立公園内でのプロジェクトなんですが、火災跡地の低炭地の復旧をしました。So in this program, we involve local community and we work together with this is the concession holders operating in the nearby area, and we also have cooperation with authority which is Merbak National Park.このプロジェクトで特徴的なのは地域のコミュニティ、それから近くで創業する伐採会社、そして国立公園という行政などのステークホルダーを巻き込んでプロジェクトを行いました。 So we rehabilitated 2 hectares of expert area with 8 species of native tree.20ヘクタールにの回復を行いました。 And because we are aware that the area has risk of heavy flooding, and then in the specific area we applied the mound system like this. このプロジェクトでの植樹法の特徴的なのは盛り土をしているということです。これはこのエリアが頻繁に洪水に遭うためにこのような植樹方法を取りました。 So as we can see here that this is me when I'm still young. Together with local committee try to do rehabilitation, and we had two phases of planting. The first planting is done, and then because of the extreme flooding, this is 50 yearly flooding.And then the survival rate after 3 months of planting is very low, 4.9%. 実はこのスライドの左下の写真には私が若かりし頃の私が写っておりまして、地元の人たちと一緒にプロジェクトをしている時の写真です。で、この時の辛い経験といいますのは、植樹してから最初の1ヶ月後は苗木の生存率が 80% だったんですが、50年に一度の大洪水が起きまして、1ヶ月間ずっと1メーターから 1.5 メーター断水していたために、植樹の3ヶ月後には生存率がたった 4.9% になってしまったということです。 And then we continue with the phase 2 of planting.
And then from this, our survival rate is quite promising, working for 40% to 83%. And we can see that from the planting that the best growth of species that planted is Congretocarpus. This is the all local species.そしてこのプロジェクトは第2期を迎えまして第1期の辛い経験をから反省を得ましてなんと成功率が、すみません苗木の生存率 40% から 83% を保つことができました。この時は樹種に特にこだわって地元の種の中でも最も成長の早い樹種であったり浸水への適応性の高い樹種を選んで植樹しました。Then, in doing the project, we didn't only in full community and then finish, no, but in our project, we tried to apply the scheme, what we call as the bio-right. こういったプロジェクトを通して、このプロジェクトが終わりで、終わりとともに地元の人の活動が終わってしまうのではなくて、さらにその地元の人たちのバイオライツあるいは生命の権利というものを活用したシステムを構築していきました。So we can simply define bio right as how effort to link environment conservation and rehabilitation with livelihood improvement through the conditional microcredit and community empowerment.このバイオライツあるいは生命の権利というのがどういったものかといいますと環境の保全、回復というのと地元の人の生計手段、収入源の確保というものを結びつけた活動でそれは条件付きのマイクロクレジットとコミュニティエンパワーメントを通した環境修復保全と言えると思います。Why? This is because we realize that until now the community is still struggling with their life and then their problem is the poverty. In our project, we offer them what we call as conditional loan. We provide loan to community without collateral, without interest. But in return, they have to do something for environment, which is planting tree.私たちのプロジェクトで、行ったシステムというのはこの地元住民の人たちはどうしても目の前の生活に困っている、貧困が大きな問題でありますので彼らの生計手段を確保しながらもその生計手段が環境を壊さないように私たちの目的と合うような、ことを、してもらうそれはイコール植樹なんですけれどもその食事をしてもらうという条件付きで、ローンを貸し出すというシステムを構築しました。So by with the conditional loan, they can start their economic activity like this. But we provide incentive. If the tree that they have planted, the survival rate is more than 70%.So the status of loan will be converted into grant. So they don't have to return money to us. 例えばこの3つの写真の真ん中にあるのは養鶏をしている様子なんですけれどもこういったビジネスをする際にも食事をしてもらうということを条件につけてただし食事の生存率が高かった時には、もうローンの返済はなしということでそういったシステムを使って、プロジェクトをしました。So because of this, so we can ensure that there is connection between what they have done with them as individual. こういったことで彼らの生活と活動というものが関連しているということを感じてもらうということも目指しました。We already produce a number of publications. This is all coming from our experience working with conservation and also restoration. And including this, I myself write this guideline.
and this already used by the stakeholders in Indonesia, NGO, the government, and also the community. 私たちウェットランズでは、データ安置管理につきまして、いろいろな書籍を発行しております。私が、筆を取ったものもありまして、このようなスライドにあるような書籍というのは今インドネシアの各地で活用されていて、コミュニティによって活用されていたり、行政によって活用されていたりします。My friend, my colleague, that as you may heard that Indonesia is one of country who has a strong commitment to reduce emission voluntarily.And then I would like to briefly provide you information about the commitment and government effort to reduce emission and also restore the peatland ecosystem. 今からはインドネシア国家によるデータ安置回復への取り組みや目標についてご紹介したいと思います。 So the first starting point.We go back to 2009, where our president in America pledged that Indonesia will leave our have commitment to reduce emission by 26 with our own effort. And if the international community willing to support us, and then the target will be 41%.2009年に掲げた排出削減公約というのは 26% から 41% だったんですが、インドネシア国家は国際的な協力があれば 29% から 41% 達成できるという目標を掲げました。 And in this national program, as mentioned before earlier by Kosaki-sanThat peatland has contribution to reduce the emission. Because of this, in this context, there was a strong effort done by the government. As we can see here, in 2010, government issued one map policy and also issued the policy moratorium, no more peatland opening for industry.インドネシア国家の二酸化炭素排出削減公約とデータ安置回復というのは強く結びついておりまして、先ほど東海の高崎からプレゼンがありましたように、データ安置の破壊と二酸化炭素の排出は結びついておりますので、インドネシア政府では今データ安置回復に取り組んでおりまして、そのうちの政策としてはワンマップ政策やモラトリウム政策などがあります。 It's not only that, in terms of policy, government also issued very important regulation. This is the government regulation number 71, how to protect and manage the peatland utilization. またデータ安置保護に関する政府規制というものも And in order to strengthen the effort and also speed up the process of peat restoration, our president in 2006 established what called as peat restoration agency that has mandate to restore or rehabilitate 2 million hectares of peatland in the 5 years.そしてまた、インドネシアにおけるデータ安置保護や回復をさらに、加速させるために、インドネシア国家はデータ安置回復庁あるいは BRG というものを立ち上げまして、5年間で200万ヘクタールのデータ安置回復を行うという目標が掲げています。 So, this is the website of this agency, Peat Restoration Agency.And then there are three pillars how to restore peatland. The first is called as ERWA or reweeding, how to reweed the degraded peatland. And then after reweed, and then we do planting. So this is second pillar, R2, vegetation. And all together must involve community. This is R3, revitalization of community livelihood.
今スライドに出していますのがデータン回復庁のウェブサイトです。こちらで掲げられている活動の3つの柱というのが歳出潤化と食生回復、そしてコミュニティ再活性化です。 So with international happy to support the government and we also always trying to include local community in peat restoration. And in 2016, with international launched what called as IPPF, Indonesia Peatland Partnership Fund. So we call proposal from local community to propose their activities, and then we will try to finance them. This is the how we support local community to restore peatlands.私たちウェットランズは、データン回復におきましても、コミュニティと一緒に共同するということを大事にしておりまして、最近立ち上げた基金としては、IPPF というものがあります。これは地域に根ざしたデータン地保全、回復、持続的開発を支援する小学贈与プログラムです。And last year, we received 123 proposal.From Kalimantan and Sumatra, and then from this we select which one are the best, and finally we get 10 proposal. We accept the proposal and we give donation to this CPO or community, and this is small grant estimated 2.4 million Japanese yen.この立ち上げた基金なんですけれども、去年は募集をかけた際、123件の申請がありました。そのうち厳正な審査をしまして、10件を承認して、この10団体、地域に根ざした団体という、あるいは NGO というのが、1団体あたり240万円の資金を受け取りました。And because this is a good program, and we still try to continue.This program, and we are now looking for the potential funding partner that can cooperate with us together. We support community to do peatland restoration and conservation. こちらまだ始めたばかりの基金なんですけれども、とてもよく進んでいますので、来年も続けていきたいということで、次回の資金提供先も今募集中です。And we also support a peat restoration agency in terms of the planning, because this is not easy to restore peat and without planning. また、ウェットランズの他の活動としましては、BRG あるいはデータン回復庁のとともに年間回復計画策定の支援をしています。データ回復におきまして計画なしに進めることはもちろんできませんので、これはとても大事な活動の一つです。 So to do this we work together with WRI World Research Institute and IGRAF. This is an international research organization based in Indonesia. And then last year we managed to complete four planning forfor we call it peat hydrology unit in South Sumatra, and then this is used by government as blueprint for the implementation of peatland restoration. 私たちがすでに始めた活動としましては、WRI IGRAFなどといったインドネシアの団体とともに南スマトラで低団地回復計画。に関する文書を出しまして、こちらは、データン回復庁の回復事業の青写真として取り入れられているものです。 And then as we explained before that industry always plant exotic species because they only want to plant a palm plantationAnd also the acacia, they have to create drainage.
But in initiative, we promote different things. We try to promote local species. And this publication is based on the principle of the wetlands.またもう一つ私たちが推進しているものとしてパルディカルチャーというものがあります。こちらはアカシアなどといった外来の種の植樹ではなくて地元の種を植樹するということで土地を乾燥させずに植樹あるいは農業をするという方法です。 So as part of our contribution to promote Paldiculture, so we always advocate intopeat restaurant design, and we already host two types of workshop. This is in 2016 and last year 2017, and we also provide training to stakeholder about the Paludi culture. このパルディカルチャーというのは特に排水させずに土地を乾燥化させずにする農業として、持続可能な低炭地管理の代替法として考えておりまして、私たちの活動としては、低炭地回復デザインにパルディカルチャーを含めるように提言したり、あるいはパルディカルチャーのワークショップを開催して、ステークホルダーへの訓練提供、してパルディカルチャーを実践するコミュニティの支援と促進をしております。So...we also consistent that our office always support and promoting the existing practice, especially done by community in polyculture practice. So I can give you an example. So this is the practice done by local community. They grow and manage sagu in the wild environment.私たちが注目しているのは、すでにさまざまな地域が取り行っている持続可能なこのパルディカルチャーと呼べる取り組みを支援することでして、例えばその一つとして、佐賀市のパルディカルチャーがあります。So in Sungai Tohor, this is the Riau province, this is the part of the Sumatra island, local community have been utilizing sagu plantation with very traditional way.And surprisingly, they not only can get income from domestic, but they also export this to neighboring country. スマトラ島のリア州というところにあるトホール川村では伝統的にこのサゴヤシを生産しておりまして、では伝統にして販売しておりまして、国内で販売しているだけではなく輸出までしております。And this is another example how local community utilize local species. This is the Purun sages. So from these sages, community can create a handicraft and sell it in domestic market. また南スマトラのある村では伝統的にプルンというスゲあるいはカヤツリグサのパルディカルチャーが行われています。こちらはどちらも伝統的に昔から行われてきた産業です。So, we are aware that forest and land fire is very dangerous. And because of this, we try to deal with this. We cooperate with the local university and also local community to construct deep well. So, with deep well,We expect that when the fire occurs, we can use deep well to extinguish this. そして、泥炭回復に対しての他の取り組みとしましては、ガイドの掘削というものがあります。こちらは泥炭地にとって火災が一番怖いものですので、火災があったときにすぐに消火ができるための意図です。So during the period of 2016 to 2017, we managed to construct 50 units of deep wells. And then this is now used by local community. They can use if there is a small fire before it becomes bigger and bigger. この2016年から17年の間に行われたプロジェクトでは、地元の大学とも協
共同して北海道を建設しました。この井戸は50本、掘削が完了しまして、今では地元のコミュニティや地元政府の手で稼働されています。In Central Kalimantan, we also work together with Palangkaraya University. This is the local university. Together we work with community, try to demonstrate that community is capable to do revegetation. So we established a 40 hectare of revegetation area and using the local species. カリマンタンではパランカラヤ大学というこれもまた地元の大学と一緒に共同しまして、地域住民を巻き込んで苗床作りをしました。で、コミュニティぐるみで40ヘクタールの植樹とそれに関わる苗床作りを しまして、こちらは全て在来種を使用しました。 And this is my last slideI'll try to share with you what challenge for us to restore a pit lands. The first is how to integrate pit restoration in the spatial planning policy. 今までご紹介したようにさまざまな回復への取り組みが行われていますが、最後に私からは泥炭地回復への課題をいくつかご紹介したいと思います。その第一に泥炭地回復を地域の計画や政策に統合するということがあります。 And the second one, this is dealing with technical capacity. Restoration requires skill. So for this, we quite often provide training for stakeholders. また第二に技術的能力というものがありまして、それは私たちはプロジェクトをする際に地域住民などに訓練を行うということでカバーしてきています。The next challenge is how to make sure the participation of the all stakeholders. また他の課題としては、関係するステークホルダー全てをどのように巻き込むかということがあります。And the next challenge is how to make sure that industry has followed the principle of the sustainable peatland management.So in this context, we would like to invite to ask industry to phasing out from the drainage space to non-drainage space because drainage is dangerous for peatland. 産業を変えていくということも調整の一つでして、産業が持続可能になるためには泥炭地での持続可能性という面においては、排水に基づく産業を段階的に廃止していくということがあります。 And we also have a challenge how to promote polyculture as an alternative to replace the conventional scheme. そしてそういった産業が今まで土地を乾燥させる排水を必要とするような産業からパルディカルチャーに転換していくこと。And the next challenge is how to improve the survival rate of or survival level of restoration. Because when you do planting, and the output is not how many seedlings planted on the ground, but the output is how many seedlings can survive, and it is very difficult. また他の課題としましては、回復の成功水準。こちらは植樹をした結果どれぐらいの生存率を保つかということです。回復の成功水準というのは何本の木を植えたかで測るのではなくて、何本の木が生き残ったかで測ります。そしてこれは簡単なことではありません。 And then the next challenge is about the funding. Because restoring peatland is costly, it requires a lot of moneyAnd then because of this, Peatland International trying to always looking for opportunity for future funding. またもう一つの課題としては資金調達があります。今までご紹介したような取り組みには大きなコストがかかります。で、ウェットランドでは常にいろんな資金提供先を探しています。The next challenge is how to make sure that community is a part of the key actor
of restoration and rehabilitation. そしてまた一つの課題は地域住民、コミュニティをどのように巻き込むかということがあります。The next challenge is how to ensure the sustainability of restoration. It means that's not only now, but it must be continued.そしてそのような回復に対する取り組みというのが続いていく持続可能的であるということも課題の一つです。 And the last but not least, this is how to have a zero fire. Because doing rehabilitation in 20 years, it can be swept awayby fire. Because of this, we have to make sure that no more fire happened in Peatlands. そしてある意味一番難しく、しかしながら重要なのが火災ゼロということです。どんなに立派なプロジェクトをしても10年間でこれだけ回復しましたといっても、その後に火災が起きるとそれが全てなくなってしまうということがあります。And I think that's all what I can share in this occasion. Thank you very much for your kind attention and thank you for the translation. こちらで私のプレゼンテーションは終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。And now I return this to my colleague. Thank you.今回、ユウさんを招聘しておりますので、ヘッドをかけますか、わずかでも結構ですけれども、地元の人たちが植林をまた再生させるため、そのためにもインドネシアの方へ、ユウさんを通して、カンパを持って帰っていただきたいと思ってます。袋をちょっと用意しておりますので、ぜひともよろしくお願いします。でオランウータンの袋を持ったメンバーが我々のメンバーがいますので、そこに袋のところに入れていただけたらと思います。ありがとうございます。そうしましたら、続いて我々の事務局長の方から日本の課題の根源について、石崎の方から話してまいります。皆さんこんにちは。ウータポイント生活を考える会の石崎雄一郎と申します。どうもたくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。ここからちょっとそのヨヨさんの話は、インドネシア現地の話でしたけれども、だんだん日本に近づけて話をしていきたいなと思います。ここからはい、おさらいになりますけど、今日の話の舞台、ボルネオ島、またはスマトラ島といった場所はですね、熱帯林と呼ばれる場所です。とても自然豊かで、木々が生い茂って、たくさんの生き物がいると。熱帯林というのは地球上の約 7%、地表の 7% にあると言われてますけれども、実はその 7% の中に地球上の 50% 以上の生物種が存在しているということで、非常にこうたくさんの生き物がいる。ボルネオもその一つで、ボルネオ島のですね、1ヘクタール 100m×100m の間にですね、ヨーロッパ全土の昆虫の種類より多くの種類の昆虫がいるというふうにも言われています。その、かつてですね 95% が原生林に覆われていたボルネオ島の森っていうのは、最初の小崎先生の話にもありました通り、今もう 50% まで減ってしまっていると。実は日本の方が森林の面積が多いというのが現状になってしまっています。2015年、3年前ですね、インドネシアですごい森林火災が起きました。これどれくらい燃えたかというと、東京都が10個分以上入る面積の森が焼けてしまった。当然たくさんの生き物の命が失われてしまって、
それ以外でもですね、黙々と煙がですね、こう人々の生活に影響を与えて飛行機が飛ばなかったり、学校が閉校になったりということで、まあ、何兆円規模の、経済的な損失が生まれたんですけども、それだけじゃないですね。特に大きかったのは、CO2 の排出が増加。日本の1年間の CO2 排出量というのは大体約ですね、13億トンから14億トンぐらいと、言われていますけれども、この森林火災だけでインドネシアがこの1年間で少なくとも16億トン CO2、 日本の CO2 の総排出より多い CO2 が排出されたということで、これはまあ単に生物多様性とか自然の問題ではなくて気候変動の問題でもあるということで、ネイチャー誌が今世紀最大の環境犯罪だと呼びました。なぜ環境犯罪か、それはですね、この問題が必ずしもその自然に起こった問題ではなくて人の手によって起こっているという問題です。このボルネオ島の森林が減っている最大の原因はですね、今一番大きなものアブラヤシというヤシです。皆さんこれ緑に見えるんですけど、この川沿いの方が森です。でこっちは明らかに違うの分かりますかね。ちゃんと、よく見るとですね、これ同じヤシしか植わっていない。これはアブラヤシというヤシです。でアブラヤシというヤシはですね、ほとんど知られてはいないんですけれども、そしてこのヤシから取れるパーム油という油が取れるんですけど、このパーム油、パームオイルと呼ばれてますけど、その油もあまり知られてないかもしれないです。これがアブラヤシというヤシです。アブラヤシというヤシはですね、多分ほとんどの方知らないし見たことないと思うんですけど、じゃあここからどうなるかというと、油になってこれらの製品が作られる。まあ、この製品はですね、まあ、誰しもが一度は見たことがあると思いますし、使ったことがある、食べたことがあるという方がほとんどではないでしょうか。パーム油というのは実は世界で一番使われている油でして、で、まあ、スナック菓子とかですね、インスタント麺、あるいはアイスクリーム、バーガリン、そういった加工食品に多く使われてますし、それ以外にも洗剤や石鹸や化粧品といった、まあ、ありとあらゆるですね、身の回りにあるコンビニに行けばたくさん置いてあるようなものにたくさん使われています。まあ、ざっと見るだけでも、非常に多くのこう身近な商品、あるいはその外食産業の油が使われているわけです。まあ、とても私たちの身近にあるということがわかるかなと思います。ボルネオ島というと、まあ、行ったことない人もたくさんいるでしょうし、まあ、熱帯林と聞いたら、まあ、遠い国のようなふうに想像してしまうんですけれども、こういったものはもう非常に身近なところにつながってきています。まあ、こういう話をですね、ブースの中でもすると、まあ、やっぱりこう自分たちの生活とつながっているということを知らなかったという声があります。じゃあ一体自分たちの生活で何ができるのかというのはですね、まあ、私たちもその答えは知らないんですけれども、まあ、どういったものができるかなというのはこう日々考えて学習会とかを行ってきています。まあ、例えばまず知らなかったと、私もこういった問題知らなかったです。世界で一番使われているのがパーム油だということすらですね、ほとんど知らなかったんですけど、実は短い期間で、まあ、知った上ではそういった問題に関心を持って行動を起こしていくことができるかなと思います。で例えば油ですとね、いろんな油があります。普段油を気にして使っては私も来なかったんですけれども、例えばじゃあ違う油を使えば、パーム油の次に使われている生産量が多い油というのは大豆油という油です。で大豆はですね、たくさんの面積を必要としていて、実は大豆の面積、プランテーションの面積って1億ヘクタールを超えている油油ヤシなんです。ナンバーイングホール
で、これが結構、ね、Amazon の方の熱帯魚を破壊する要因になっているということで、一概にじゃあ油を変えたらいいのかという問題でも、しかもですね、大豆とか、まあ、あの菜種っていうのは遺伝子組み換えに使われるというものもありますので、まあ、必ずしもどの油がいいかっていうのは分からない、まあ、一番いいのは国産で身近に取れた油というのが一番いいんですけれども、なかなか多くの量が手に入らないということで、まあ、こういった問題も考えてみてはいいかなと思います。じゃあなんでこんなに油を使ってるのか、話を聞くとそんなに昔の人って油をよく使ってなかったのかもしれません。まあ、ここまで身近に油が広がるっていうのはやっぱりライフスタイルが変わっていって、加工用の油をどんどん使えるようになってきたというのがあるのかもしれません。そもそもですね、油を使っているという自分たちの生活を見直してみるということもしていると思います。ビーガン、とはいえですね、油っていうのも必要だし、企業の目線からいくとパーフェというのは、まあ、非常に便利な油です。まあ、それを使わないといけないという、ロジックがあるので、まあ、それに対してどうするか、いや例えばパーフェを使うのであればですね、ちゃんと第三者が、まあ、この油は、ちゃんとした環境にある、例えば天然料を破壊しないとかですね、そこで、働いている労働者の権利をちゃんと認めているとか、まあ、いくつかの基準を設けて、その基準に沿ったものに認証を与える、まあ、フェアトレード認証とかですね、FSC 認証といったものが最近ありますけれども、まあ、そういった第三者が、あ、これはちゃんと環境や人権に配慮してますよというものにお墨付きを与えるといったものが、あ、最近取り組まれている RSPO というものです。 RSPO という NGO が、NGO とですね、企業の集まりがあって、まあ、そこでこういった認証の制度を作っています。まあ、これはあのもちろんですね、ファーム自体はほとんどプランテーションで作られているので、まあ、この RSPO がいいのかどうかという議論はもちろんありますけれども、まあ、せっかく使うんであればこういったところから始める、企業にとっては最初のスタート地点として使える、そういった、まあ、あの意味もあるので、まあ、これに対しても私たちは注目をしていて、で、まあ、まずはですね、その企業の内部として取り組んでいるという中で、まあ、せめてですね、生協とかっていうのは普段消費者のことをできるだけ考えて、活動しているというふうに言ってますので、生協の商品はじゃあもうほとんどパーム、あの RSPO 認証についてるべきじゃないかなというふうにも思いますので、まずアンケートとして、こういった生協に対してこの RSPO 認証をどれくらい、ちゃんと認識してこれから使おうとしているかというようなものを、送りました。で、今徐々にですね、返答がちょうど返ってきているところで、まあ、本当はあの今回のワールドフェスティバルで、ある程度の結果を公表したかったんですけれども、まあ、ちょっとそこには至らなかったです。まあ、ただ、まあ、大きい生協とかですね、生協の中でも結構いろんな種類があって、まあ、かなり持続可能性に配慮してるといったところもあるので、まあ、多分かなり今来てるだけでもいろんな、返事に対してですね、いろんな種類の返事があるので、まあ、これから分析していって、その結果によってこれから生協に、まあ、商品を変えてもらうとか、あるいは私たちと一緒に、学習会をしながら行動を変えていってもらうとか、いうようなことができないかを提案していこうかなと思っています。それからですね、まあ、ちょっとマニアックなんですけれども、今私たち電力会社で自由に選べるというのをご存知ですか。関電以外の電気を選べるんですけれども、そういう電気が選べるようになった背景に固定価格買取制度という法律があります。フィット制度という法律があって、これは20年間ですね、再生可能エネルギーの電力を電力会社が買い取るという義務ができた法律なんですけれども、これによって結構日本で太陽光発電の再生可能エネルギーが増えました。で、再生可能エネルギーというのは太陽光とか風力とかですね、まあ、いろんな種類のがあるんですけれども、その中にバイオマス発電というものがあります。
バイオマスっていうのは、まあ、木材とかですね、その、天然の生きてる、まあ、木材とか資源がを燃やして発電する。で、まあ、その時に燃やす時には CO2 出るんですけれども、また、木材木ですから再生していきます。その時に酸素を吸収するので実質二酸化炭素を排出をしないというようなものがバイオマスで、そのバイオマスに対してもこのフィット制度が認められています。で、その制度があるんですけれども、実はそのフィット制度のですね、バイオマス発電の申請の4割はこのパーム油を燃やして発電するというような、発電会社が申請しています。で、あとの5割はですね、パーム油の、種のところに殻があるんですけど、その殻を燃やして発電するというような電力会社があって、実はもう9割がパーム油関係の発電で、今まで見た機体よりですね、これ泥炭地というものを破壊してパーム油を作るっていうケースがあって、その場合だとですね、石炭の20倍の CO2 が出るというような計算があって、そういったものに対してそのフィット制度を通して、私たちの電力料金、私たちは電力会社に払っているお金がそのフィット制度に上乗せされてこれに使われているということで、まあそんなにですね、石炭の何倍も CO2 出すようなものに私たちの電力料金を使っていいのかということで、経産省に対して申し入れをしました。まあ、これで、ある程度ですね、ちょっとパーム油の、利用についてはですね、例えば RSB 認証を取ったものじゃないとダメとか、そういったルールがおそらく作られるんじゃないかなと思っています。まあ、こういった活動を歌ったとしてきています。で、現地でやってるというのは、まあ、今日ゆうゆうさんの話にありましたけれども、もともとですね、あった森を破壊することなく現地の人たちが収入を得られるような手段を実施しようとしています。例えばエコツアーだったら、これは私たち毎年行っていますけれども、日本から、ボルネオ島に行って、そこで自然を楽しみながらお金を落とす。現地の人にとっては自然が守られることによってお金を得ることができるといった仕組みです。あとアグロフォレストというのは森林、パーム油も大規模に森を切ってそこに生産しますけれども、森林が残った状態でできるような農業、それだったら自然も残しながら、同時にお金も得られると。今日ゆうさんの話だとパルディカルチャーといったもようなところで話がありました。まあ、こういった活動してますので、もしですね、詳しく知りたい方は、今日の二組線のブースも出してますので、そちらにお越しいただければなと思います。まあ、ということですね、今日パーム油の話は出しましたけども、これ木材の話もそうですし、結局石炭の話もそうですし、いろんなものが私たちの消費生活につながっているということで、私たちの消費生活と海外の環境と人権問題というのは非常につながりがあるということを、まあ、ずっと伝えようとして活動を続けてきております。はい、まあ、ウータン全員ボランティアですね、週1回ミーティングを大阪の中崎市このついすぐ近くでやってますので、もしよろしければですね、ぜひご参加をいただければなと思いますし、こういった学習会もやっておりますので参加をしていただきたいなと思います。もちろんですね、活動の寄付もいつも募っておりますので、今日西岡さんが言ったようにですね、寄付ブートで寄付をしていただければ大変ありがたいなと思っております。はい、まあ、いろんなことができると思いますので一緒に活動していければなと思います。私から以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。そしたら今日ゲストを、来ていただいて、インドネシアから、ゲストを来ていただいてますので、それで、特にその今現地の、インドネシアで植林活動がかなり進みつつある。
そしてあのヨヨさんが最後におっしゃられたように火災をゼロにするということが非常に大事なことだと思います。でそのためにどういうふうなことを手続きにするかということで井戸掘りの、ケースとかそして地元住民たちが、まとまって、消火訓練 のいろんな訓練を受けておられるというふうなことを含めまして、そして植林を徐々に広げていっているというふうな新たなことをいろいろ私たちしたと思います。それで、簡単なことなんですけれどもヨヨさん等に対して高崎先生もちょっと話していただきましたけれども質問等がありましたらちょっと挙手していただいて、お願いしたいと思います。ありますか。私もそういう自然とかが好きでよく行くんですけど、ボルネオと最近観光客が逆にすごい増えすぎて、オランウータンへの環境が人間がどこまで近づくのかっていうところで、環境を守りながらも注目されてる分、自然を楽しみたいと思って行く側としての距離感というか、なんか逆に破壊しないのかなって自分が観光で行く側として思っちゃうんですけど、誰に質問？実は、はい、ありがとうございます。結構大事な問題だと思います。まあ、自然が体験したいということでエコツアーに参加する人はたくさんいてですね、まあ、身近に触れられるととてもいいんですけど、例えばオランウータンだとですね、本当はそのあんまり人間が近づきすぎると、まあ、我々が行ってるところもですね、単純プティ国立公園があって、オランウータンのリハビリセンターがあるんですけれども、結構ですね、インドネシアって規制が緩くてですね、マレーシアだとすごく離れてないというダメとかいうところでも近づけちゃったりするんですよ。であんまりそういったところだと、オランダが野生に帰るのに対して、まあ、悪影響を与えてしまうのかなという面もあるので、まあ、本当はね、そういったことはかなり厳しくしないといけないですし、私たちが去年呼んだ、COP という NGO は、まあ、オランダ保護してるんですけども、かなり奥地で、まあ、我々がそんなに行きづらいようなところで頑張ってやってるという面はあるので、まあ、非常にこう人間の影響が与えないようにというのは、まあ、ちゃんと考えながらやらないといけないかなと思っています。まあ、ただ同時にですね、こういったある程度ですね、私たちのところもいろんな欧米からお客さんがやってきたりとか、たくさんの観光客が来ているからこそ、ここもパームウェイの本が来てるんですけど、そういった問題に対する人々の目が注がれているのかなと思うので、やっぱりエコツアーがかなり発展しているようなところだと、まあ、あんまりこう開発もしづらいのかなということがあって、まあ、その辺のバランスがどうかなというところですが、なかなか難しいです。いいですか。インドネシアのケースと、マレーシアの方がだいぶ違うんで、まあ、私もマレーシア、サバ砂漠、まあ、20回以上看護を受けてるんですけれども、まあサバ州等のアウンターはほとんどね、何年か、飼いならされた形の、形で、まあ、野生的に、生息しているというのは、3カ所と言っていくぐらい少ないです。でインドネシアの方はまだまだたくさんその生息地があります。でただしインドネシアでも先ほど高崎先生が一番最初の方にも、紹介していただいたように、インドネシア住民事務局でも紹介していただいたように森林がすごく減っているということで、オランウータンの頭数が非常に減っています。そして研究者たちが正確なデータを
全て出してるわけではないのでちょっと違ってきます。そしたら次 の、 なんか質問がある方について、ぜひ聞きたい。ヨヨさんせっかく来ていただいているので、もしよければヨヨさん等にご質問していただけたらと思います。よろしくお願いします。どうも貴重な話ありがとうございました。生産と開発ですね、人間の生活とそれと自然を守るということのバランスというのが非常に難しいというふうに思うんですけども、ヤシの開発にしても、紙の材料、アカシアの生産にしても日本ではすごく使ってますよね、いろいろと。その辺はどういうバランスのポイントというのを定めるのかなと。生活のための生産か、自然を守るため、自然のための自然なのかと、そこのせめぎ合いですね。日本の里山なんかそういう問題が起こったと思うんですけど、そのどういうか開発、ヤシ開発していって生産上げていって人口がどんどん増えていく、それに対するその供給をしなければならない現実と自然をどういうふうにバランスで持っていこうと考えておられるのかなというのが一つ疑問点。ちょっと残酷なところがあるんで、話がこの話が長なるかも分かりませんけど、端的にねもう話をしていただいた方がいいと思います。 Thank you very much for the question. Happy to have it. I think we have to do something in the proper way, in the balanced way, and we also have to measure, the capacity of the natural resources. Of course, I will support if there's someone who grow oil palm or acacia in non-forest area and non-peatlands. They're very good. But don't plant acacia, don't plant oil palm, but you have to clear forest. And also you drainage the peatlands.Because the drainage is very dangerous. When you drainage peatland, and then the water level will go down, and then you know that peatlands is wetlands. This must be wet, because you drain it, and then the peatland become drier, and this is very susceptible to fire. So we have to know where the best area where we can do acacia plantation or oil palm.But don't do this in peatlands by creating new canal, because this is very dangerous. I think that's what I can say now. Thank you. 一応通訳しますね。ご質問ありがとうございます。何でもバランスが大切だと思っていて、あるいは自然のキャパシティというものをきちんと考えないといけないので、例えば私自身はパーモイ、油ヤシやアカシアの植林というものについて森でない土地にするというのであれば OK だと思っています。ただし、森を切り倒して切り開いてプランテーションを作るだとか泥炭地の上にプランテーションを作るということは反対しています。特に泥炭地においてはプレゼンでも紹介したように排水路を作って土地を乾燥させて生産するということで火災がとても起こりやすくなります。そういったことがありますので反対しています。 Just a conclusion from me that actually the acacia, oil palm and other community, there's no problem with that. But how to do cultivation, this is the problem. If you do plantingBut you clear the forest, that's problem. It's not because of quality, but how the way to do cultivation. ですので、要約としましては、私自身はアブラヤシやアカシアを、植えているということには反対はしていませんが、その生産の方法ということに問題を感じています。よろしいでしょうか。今我々自身もその油やしの問題、石崎の方からも話がありましたけれども、非常にその油やしっていうかパーム油の消費量がまだまだ多いと。で結局50年前に比べて、
2倍以上になっているというふうなことで、まあ、ここにおられる方でも私もそうなんですけども、昔は油なかった、油揚げてるものについて食べたものにいたら週1回あったらどうかというような状況だった。で、今若いメンバーはみんな毎日のごとく油を使っております。それをいっぱい考えていただいたらいいと思います。次の質問ある方どうぞ。ちょっと後ろの方。地元の方の、プランテーションに対する考え方っていうのをお聞きしたいんですけど、プランテーションによってその油を売ってその地元の人にお金が入って地元の人が潤うっていう側面もあると思うんですけど、そういうことに対してその地元の人がその賛成の立場を取っているのか逆に反対の立場を取っているのか、どういう考え方を地元の人が持っているのかっていうのをお聞きしたいです。So thank you very much for the question. If we talk about the perception, of course there are different things that this is there is variation. For those who involve and recruited as the worker, of course they will say this is good for them because they are working for this company. But for those who are the common people, ordinary people,most of them, they will say that because of the plantation, there's impact to them. Because before plantation established, there are forests. And then they can get rattan from the forest. They can get fish from the forest. They can get fruit from forest. But after the peatland converted into a cassia plantation, they can only see.They cannot do that. So no more income for them. I think that's what I can say. Thank you.もちろん地元の人たちの中でも様々な意見というものはありますが、私の経験からは、プランテーションで働いている労働者というの方たちは大抵これはいいものだと言いますが、その人その他の人たちからしてみると、その土地にもともとあった森がなくなってプランテーションができた後にいろんな影響を感じていて、例えばロタン等が、取れなくなったり、魚が取れなくなったり、フルーツが取れなくなったという影響を感じているというような意見があります。 And another thing I'd like to add is, as we know that all plantation theyconstruct the canal, and then because of the canal, and then the water level will be going down. And this is not happen in the area of concession, because peatland is connected in one hydrology unit. So if you do drainage there, although I don't do anything here, I will get impact. My water here will be going down because we are one unit.This is the first. And then the second one, if forest fire or land fire happen, and then the haze will impact me severely. It's dealing with health and also dealing with, other things not good for kids or something like that.他に地元の人たちが感じる影響としましては、第一に土地が乾燥するということです。排水路のご紹介をしたと思うんですけれども、プランテーションの中に排水路を作ると、そのプランテーションだけが乾燥するわけではなくて、泥炭地というのは全てくっついている一つの水門単位ですので、この周辺地域も同時に土地が乾燥してしまい水位が下がっております。そして第二に火災の影響があります。火災というのは場所を選びませんし、もちろんまたそれから発生する煙、塩害、ヘイズというものは場所を選びませんので、そういったことは地元の人たちみんなが感じる問題です。2015年火災の話なんですけど、2015年はインドネシアで大火災があった。そして去年
2016年はアマゾンでもありました。で非常にこの火災によって CO2 の排出量が非常に上がったというのが一つの大きい影響で、実を言うと2017年、去年、大きな事故というんですか、そういうものはあまりなかったんですけれども、地球の温度の分からしましたら CO2 の量、排出量が非常に上がったと、 0.29% ぐらいその前の年より増えています。ということで今後温暖化がかなり気になります。そしたら質問の方。はい、プレゼンありがとうございました。特に、工業的な農業生産による CO2 の排出という問題が最近結構注目を浴びていると思うので、そういう意味でそのインドネシアでの、低炭地の破壊によるパーム油の生産というところからの CO2 の排出ということをよく分かってありがとうございました。質問が2つありまして、1つは、低炭地を、再生するために一旦作った排水路というのは埋め戻す必要があるのか、あるいは埋め戻した上で低炭地を再生していくのか、それともその排水路はそのままで、低炭地の再生が可能なのかということが一つ。それから二つ目は、そういう、熱帯雨林とか低炭地と共に生きてきた、先住民族の人たちの知恵というのがすごく大事だと思うんですけども、インドネシア政府が低炭地の回復をする際にそういう先住民族の人たちとの、の意見を取り入れてやってるのかどうかと、この2点をお願いします。ありがとうございます。非常にご質問ではないかと思います。で、実を言うとそのユダヤ大統領からジョコイ大統領に変わりました。でユダヤさんもある程度やりましたけども、実を言うと、林業大臣が非常に悪い大臣でして、それでその、放ってはいけない禁止されているようなところを低炭地を開発を認めてしまったと、というのが実を言うと結果で、もともとウェットランドの方で調査した2003年に対して2009年のインドネシア政府の分の低炭地のマップの図ですね、ヘクタールの違いは分かったと思うんですけども、そこのところを見てもらってもう一度思い出してもらったらいいんですけれども、低炭地が減っているということです。それを破壊されてきたということなんですよ。でそこら辺のところを含めまして、ヨイさんに細かい2つの質問等について、お願いします。 Thank you very much for two questions. I would like to comment on the first question. So just for information that at Pitland, in terms of the function, there are two functions. This is already issued by the government. This is the Pitland with protection function.And the second one is peatland with utilization function. So for protection function, this is peatlands with peat thickness more than 3 meters. It must be protected. If there is canal in this area, it must be backfilling. It must be re-wet again. Because we want to protect this deep peat.But for the next zone, which is the utilization, there is a regulation that regulate we have to maintain water level not more than 40 centimeters. Because of this, we have to construct dam. Because by blocking canal, it will help us to lift up a little bit the water level. Because without blocking canal,The water level can be dropping until 2 meters, and it become drier in the surface layer. So this is for the first question. And the second, sorry. 第1のご質問、排水路を埋め戻すのかどうかっていうことにつきましては、まずその低炭地というのが政府の定義に2種類ありまして、そのことからご説明始まるんですけれども、保護低炭
というのと生産用の泥炭地と2種類ありまして、で保護されるべき泥炭地というのは泥炭層の深さが3メートル以上あるような泥炭地でして、そこに排水路がある場合はそれを埋め戻して再出順化をしないといけないという法律になっています。で第2の、生産用の泥炭地である場合には水位を、が下がらず、あまり低くならないように保つ、地表より40センチ以内に保つということが決まっています。で、排水路がある場合は例えば堰堤を作ったりして、そこで、水位を上げるというのに、それが、法律で決められています。So addressing the second question, I would say like this. So there are two different timelines. We are talking about the past time and also the current situation. In the past time, we can see that almost indigenous people, they had been overlooked. But now, I think government start to realize that they are very important element, especially to deal with restoration. And for NGO like us, we have been long time to promote best practice done by local community and indigenous people. If we follow my presentation, there is slide. This is a sago plantation done by local community in Riau. And also the utilization of the sheet purun, they create handicraft. So this is part of that we have promoted, that there is another alternatives, not only oil palm, not only acacia. And we have to believe, and government have to believe, that they have their local wisdom. They have the traditional capacity. Sometimes we have to learn from them. So because of this, this is in line what we trying to do. We try to promote paludiculture because it has been done by local community by traditional and sustainable way. で、2つ目の、ご質問、泥炭地に住んでいる先住民の知恵を政府が、意見として取り入れるかどうかというご質問なんですけれども、過去には、政府、国家というのは国民、先住民の声を聞かないというようなケースもあったかもしれませんが、今ではインドネシア政府は積極的にそういった地元の人、先住民の人たちのを巻き込んだり声を聞いたりということを、する彼らは重要なアクターだというふうに捉えていまして、そして先住民の、地元のからにある伝統的な知恵としましては、プレゼンの中で2つ、スマトラ島での例をご紹介しまして、サゴヤシをでんぷん化、して、販売しているというのと、水草のプルンという水草を工芸品に作っているという例をご紹介したんですけれども、こういったものは地元の人たちが伝統的にやってきたことであって、でこれをが、持続可能なパロディカルチャーであるということで、こういったものが油絵師だったりアカシアに代わる産業として、推進すべきものだというふうに私たちウェットランスも、そして政府もそういう立場を取っています。じゃあ、質問、あと一人ぐらい簡単な質問であれば受けたいと思いますけど、最後の方、質問をする方、どうもありがとうございます。とても興味深い話で、先ほどのご質問あればそのご回答と少し関連するとか、そのもう少しその先の話なんですけれども、スマートラにせよ、カリマンタンにせよ、そのローカルコミュニティ、特にその泥炭地が開発されたところで の地元の人々というのは、本当 その先住民、インディジナスの人たちだけではなくって、相当そのジャワとか、そのバリ島からの移民、トランスミグラシーが入っていると思いますけれども、そういう人たちをどういうふうに、巻き込んでいくのか、あるいはそういう人たちの生計手段を向上させるような形でどうやってプロジェクトを進めていくことができるのかなということについて、お伺
考えをお聞かせいただければと思います。Okay, thank you very much. Yes, this is correct. That local community is in the peatland area context, which is only indigenous people. That's also including the people that transferred from Java through Sumatra and Kalimantan through the transmigration program. So this is something that we learn, that this is not easy to do the program. Because people in Java, their land is like the common land. This is mineral soil. When they finally transported to the Sumatra and Kalimantan, most of them, they are placed in the peatland area, which is different. In the land in Java, this is dry land. But in Sumatra and Kalimantan, this is a wetland. And then because of this, they have to learn from very beginning how to do cultivation. And then this is not easy because the pH is very low and then it's always wet. Very difficult to do cultivation. And then because of this, in the context of peatland restoration, we have to know what the current status of the transmigrant now. What they have been doing so far. In the context of restoration, we have to involve them in very beginning, from the planning. And then we also have to hear what their expectation, what their need. And we have to realize that maybe for transmigrant case, it's not only a restoration, but also how to support they can do better cultivation, but in good way. For example, if they now having the deep canal, and then maybe we have to ask them to control this. Because if they let them happen like this, it will also will endanger them. Because the surface of the pit will be drier, and then it will be suspect to the fire. And they also have to involve them what kind of program of restoration. Because as we know, that restoration consists of three elements. The first is pre-wetting. The second is the revegetation. And the second one, the third one, is revitalization of livelihood. In this context, we have to ensure that transmigrant people are involved in the context of restoration. ご質問ありがとうございます。ご指摘の通り、先住民といった方たちだけでなく、ジャワやスマトラ、他の、島から移り住んだ人たちも、団地のエリアには住んでおりまして、それはもちろん、彼らを巻き込むということは簡単なことではありません。そういった、他の土地から移り住んできた人たちは、特にジャワなんかはその土壌が全く違うので、全く違った土壌に対する、見解を持っている人たちをとどのようにプロジェクトをするかということは難しいことではあります。ですが、大事なことはプロジェクトの一番最初、計画を始めるところからそういった人たちを巻き込むということを大事にしています。で、やはり地元住民を巻き込むというのはとても大事なことだと考えていまして、プレゼンでもご紹介したようにデータの回復というのは再湿潤化と再植林とそしてコミュニティの生活改善ですね、活性化ということが3つの柱だと思うので、しっかり巻き込むように一番最初の時点から、その土地土壌に関してのことも含めてしっかり、
巻き込んでいます。 There is one example. There is transmigrant in Jenderal Kalimantan which successfully utilized in wetlands in the better way, combining tree and crops in one area and manage water level. Because of this, this site was visited by the minister, and then minister invited them to join Indonesian delegation in the Marrakesh COP meeting few years ago. 実例としてそういった外部から移り住んだ人たちがうまくプロジェクトをしている事例もありますが、ちょっと時間の関係から割愛させていただきますので、またご質問ある方は終わり次第また個人的にどうぞ来てください。ありがとうございました。ユウさんと、それから通訳を長い間していただきました近藤さんに拍手をよろしくお願いします。それから今日参加していただいた2時間にわたって参加していただきましたけれども、多くのインドネシアの方々にも植林をもっと広げていただくということに、カンパをぜひともユウさんに持って帰っていただきたいと思いますので、この袋にぜひともお願いします。カンパは少しでも結構ですので、お気持ちだけをよろしくお願いします。で、これはオランウータンの袋を持っているメンバーがいますので、そこに入れていただけませんでしょうか。最後にちょっとこちらの東海のウータンの方から1分ですけれども、事務局長の方から、今後の取り組みということで話しますので、1分。今日は本当にありがとうございました。ウータンではですね、こういった学習会とかを、今後も日本で、やっていきたいなと思っております。で、近いところでいきますと、3月の24日の土曜日にですね、今度はイサムさんという方で、インドネシアの私たちが活動しているですね、村の、村人のイサムさんを呼ぼうと思います。今日はお話しいただいたですね、ヨヨさん非常にプレゼンテーションうまくてですね、国際 NGO の、すごい人だなというふうに思ったんですけど、イサムさんはですね、もう典型的な村人で、子供の頃はもう近くの町に行くのも2年に1回船で行ったぐらいのとこに住んでいるような人だったんで、どういったプレゼンされるのか全く未知数なんですけれども、3月24日に大阪にお呼びしますので、ぜひ、お越しいただければなと思います。もう一人ですね、4月の、それがですね、まだ未定なんで、ウータンのウェブサイトとかですね、Facebook で、呼びかけたいと思いますし、もしあれでしたら、このウータンの、メールアドレスや、これ終わった後、私に名刺交換させていただきますので、こちらからご連絡を差し上げたいなと思っております。でもう一人、4月の14日にですね、京都大学の水野康介先生という、かなりですね、こういった問題に対して造詣の深い先生をお呼びしますので、すごく、とても個性的な先生だと思いますので、そちらもぜひお越しいただければなと思います。今後もぜひウータンの活動にご参加、関心を寄せていただければなと思います。どうもありがとうございます。どうもどうもよろしくお願いします。今後とも、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ウータン森と生活を考える会の皆様にも一度大きな拍手をお願い申し上げます。ね、まだまだお話が聞きたいと思われる方はブース、こちらのプログラム皆さんお持ちでしょうか。区民センターの2階に95のブースがあります。みんないろんな活動でそれぞれの国頑張っていただきたいということで応援しております。ちなみに、ウータン森と生活を考える会の皆さんは70番のブースに行っていただきましたら、またね、もっともっと聞きたいお話とか聞いていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。ヨヨさんも遠いところ本当にありがとうございました。改めまして、本日はワンワールドフェスティバルにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行は FM 花子でパーソナリティをしております藤田明美と申します。私も民族衣装の着付け体験させていただきまして、これはボリビアの民族衣装でございます。30分間200円で体験できます。お約束があり
お外に出ていくことはできません。まあ、こんな寒いですからね、これ1枚で出ることもないんですけれども、館内自由に散策していただくことができますので、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。また区民センター1階2階では、セミナーも行っておりますので、ぜひそちらのセミナーの方もお越しくださいね。そしてイベント会場すべて入場料無料となっております。扇町公園では世界の料理のブース、こちらはみんなのキッチンと呼ばれておりまして、これで美味しいもの、私もね、先ほど、この時間に行っていいよと主催者の人が言ってくださいましたので、外の方行ってまいりました。はい、モンゴルのゲルと呼ばれる組み立て式の住居、こんな体験もしていただけますので、ぜひお越しくださいね。よろしくお願いいたします。本日のイベント5時までの開催、5時までの開催となっておりますので、どうぞ皆さんお越しくださいね。日本から世界、こんなにつながってるんだなということを改めて発見していただけると思いますよ。そしてまたお昼時ちょっと過ぎてまいりましたかね、飲食の方なんですけれども、館内は、禁止となっておりますので、皆さんどうぞご協力の方よろしくお願いいたします。さて、カンテレ扇町スクエアのお越しの皆様にお知らせいたします。12時15分からはジョナさんの大道芸パフォーマンスが始まりますので、お集まりくださいね。ただいまは12時過ぎということで、もうしばらくお待ちください。12時15分からジョナさんのステージが始まる予定となっております。ジョナさんのステージというと、火をねパーンと